するしない？さあ、すでにメンバーの皆さんがこちらの奥に待ってくださるということなんですけど、もう雰囲気からして立派なとこでございます。早速入ってみたいと思います。失礼します。自由だったちょっと行きますよ。皆さん失礼します。こんにちは。こんにちは。ベガサミメディクスの皆さんです。わー、自由ですね。フェニックス。おのおのの個性を見ていただけたらなと。もう個性の塊じゃないですか。こちらの3名がチーム紹介、そして部室ですか、あれは。部室。紹介。はい。成り立ち？全部話してください。成り立ち。3人の関係性まで。生い立ちじゃなくて。私はいい。話してください。いや、大丈夫です。大丈夫、落ち着いてください。話してくださるということで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、早速、案内よろしくお願いします。案内ですか？案内してほしいんですか？よろしくお願いします。どっちだったの？こっち。老人の廃材みたいな。寝起きのポーズじゃないんだ。ここですか。星狩り屋さんだな。何個ボケるの。全部カットだったらごめんね。どうぞ。ボケしたの。重いね。おー、どうぞどうぞ。お邪魔します。失礼します。うわー、竹広いな、これ。いやー、すごくない。景色がもう何、ね、ビューがすごくない。もう慣れすぎじゃない、みんなこのビューに。用意してもらったんですか。いつだっけ。いつだっけ。開幕してちょっとぐらい。ダイヤが一番できるから。説明。タクが入ったのは開幕した後で、ね、部屋自体はもっと前から。そう部屋自体はね。実際この用意されてるタクも、エムレイグの使ってるタクと全く一緒のレックスちゃんでしょ。うん、そう。エムレイグ仕様。それを3つも。はい、1人1台。1人1台まあじゃあそういうのじゃないけど、ゲームじゃん。本当？でも1人1個用意されて、1人でこうやって練習するってことかな。じゃああんまり別々でやられてるんですか。そう、別々で。あのね、3人とも考え方が違う、バラバラだから。確かに、ね、一緒に練習できない。そんなことはない。4人で打つゲームなんですけどね。で、それで、しかもこの物質ちょっと高くない？これね、景色最高でしょ。景色最高だけど、高すぎない？何階なの？24階。すごい、慣れちゃったね、みんな。テレビみたいな言い方するの。24階慣れしすぎだね。すごい、空が綺麗ね。ちなみにここの物質はどれくらいのペースでお使いになられてるんですか？いや、今はね、そんなに使ってないよね。月に1回来ます。こんな立派なものを用意されて月に1回しか来ないんですか？なかなかね、やっぱりね、ちょっと3人集まれるにはね、難しかったりするんで。そっかそっか、うんうんってうなずいてくる。さやに、ほんと？2人忙しい。あ、さやには暇なの？私も子育てが。あ、だ、忙しい。じゃあ、こんな立派なのに活用してるのは月1だけなんだ。そうそう。では、早速さらに皆さんにお話をお伺いしていきたいんですけど、まずはもう中盤戦もほぼね、終わりかけている M リーグですから、はい、ここまでのこう成績とやってみての感想をお聞きしたいんですが、全員順番に、はい、どこから行きます？いつも誰から喋り出すの、このチームは。あのね、指名順は割と多いかな。あ、じゃあユーミンから、うん、はい、わかりました。じゃあ、ユーミンから。はい。どうね、ちょっと待って。あのね、結構ね、最後がね、怪しいコメントに。どうする？え、じゃ逆指名順にする？あ、じゃあ、じゃあ、さやにゃからにしましょうか。はやもりさん。はい。なんだっけ？成績も OK。成績も OK なんです。チーム戦やってみて、この M リーグ打ってみて、もう半分以上終わったんですけど、どうですか、体感だと。いや、なんか手が入るときと入らないときの差が激しくて、ちょっとどうしていいかよく分かんない。赤入りだとみんな高いじゃん。ね、それがもう
嫌だ。かよぶさん特に差が激しいですよね。そうなの。いい時悪い時で。そうなの。でもいい時はまあまあ入ってるけど、めっちゃいいですよ。積もれないとか、いい車線止まりとか。じゃあまだちょっと悩んでるところもあるって感じですか。あるある。チーム戦に関してはどうですか、3人。なんだろうね、なんか…なんだろうね。チーム戦大変だよね。薄っぺらいね、ないよ。仲いいよ。仲いいの。今のところまだ伝わりませんけど。まあ、3人いるから、あと2人いるから。あ、そうだね。喋ってくれるよ。もうベストな返答返ってくる、この後。この3。少しハードルが上がりましたけど、ここまで個人の成績、うん、チームの成績、はい、出来的にはどうですか。いや、まあ、まずまずじゃないですかね、うん、全体的に。いや、まあ、そもそもね、やっぱりいや、今6位だけど、うん、いやいやいや、そんな、だからそれでも別に そこそこだと思ってるっていうこと。そもそもポイントもそんなに離れてないし、 B 型女子に囲まれている。 A 型ですよね。ね、大変ですよね。その前に話すこと一応話したけど、大丈夫ですか。いや、先生もう止められててかわいそうだな。いや、だから違う、あのね、その変動が激しいのはやっぱりね、あの普段のものとはずいぶん違うんで、それをね、ちゃんと体で受け止めるのはね、あの結構しんどいかなとは思います。で、まあ徐々にね、慣れていくしかないかなとは思うけどね。一気になんか3ランクダウンとかも普通ですもんね。チーム戦に関しては、ね、はい、俺はもうあの信念を持ってるのは、もうあのチーム戦だと、いかにチーム戦だと思わないで打つかっていうことが一番大事だと思ってるんだけど、はいはいはい、やっぱりね、どうしてもね、やっぱりチームだからって思っちゃうときは残りますか、どっかの、うん、頭の。だけどそれを精一杯排除して打つようにはしてます。打ってる時はやっぱり個人のベストを尽くすってことが大事。そうそうそう、だからチームのポイント、あの個人のポイントとチームのポイントあるじゃないですか、うん、はっきり言って実際自分が打つ時にはあの個人のポイント関係ないんで、うん、チームのポイントは今の自分のポイント で、あともう全部自分で打つつもりで、今日どうしようかっていうのをね、精一杯維持するようにはしてます。 B 型女子に挟まれて今回のね、基準も B 型女子だ。いや、あのね、でいや基本的にはね、なかなかね、ハードなものがあるんですね。あのね、B 女で、しかもね、A 男なんですよ。そうね。これはね、あの、通常はね、地獄モードなんですよ。だけど、地獄モード。だけど聞いてください。近藤誠一ね、実はね、子供の頃にあの B 女に囲まれて育ってるんですよ。あ、そうなんですか？あの親戚のね、おばさんたちが、はい、みんな B 女だったんで。え、じゃあ得意じゃん。だから、そうそう、幼少期にあのかなりの免疫を植え付けられてここまで来たから。え、この日のためにそれがあったんじゃないですか。そうか。じゃあ2人ぐらいだったらもう、そう、今も全然こうですね、お姉さんね、あ、みんなね、勝手にね、好き勝手喋るけど、ね、好き勝手喋りますね。あの、自分もね、あの好き勝手喋ったりしで、なんならね、あの誰か話しかけるでしょ。話しかけられた時に聞いてない時あるんですよ。で、あ、何って言うと、あの、あ、せいちゃん聞いてなかったってケラケラって笑ってるから、ね、その辺 B 女のいいところ。平和だ、平和ですね。これがね、あの、聞いた方が A 型だったりすると、あ、聞いてなかったのってなっちゃう、うん、ね、そこは気楽にね、あ、聞いてなくてもいいんだいい感じで緩いんだね。そうそうそう、よかったね、二人。センスは好きだって、二人のこと。よかった。うんうん、まあ、好きだって言った覚えがいいじゃん、好きで二人も別にそれはとかみたいな顔するけど、いいじゃない。じゃあ仲はいいですね、三人。仲いいじゃん。なんか自由にみんなやってて、そうそう、チームの雰囲気相当いいと思いますよ。さあ、そして小谷さん。はい。何を答えるべきですか。ドラフト1位で指名されて、はいはい、もうかなりね、あの時の映像に、はい、ユーミンの顔は私も印象に残ってるんですけど、はい、実際こうチーム戦始まって、はい、結構苦しい展開が ね続いたじゃないですか、はい、ね、でその時の感情と、こうチームは背負ってるって感覚、やっぱ強く思っちゃいます。いや、相当思ってましたけど、うん、だからやっぱりちょっとチームメイトに救われてる部分もあって、選手さんはチームでのポイント気にすればいいんだからって言ってくれて、で、かよみさんはお金勝ち上がってみたいな。なぁ、わかるわ、わかるわって感じ。そうそうそう、逆になんかプレッシャーとかに感じさせないような言い方をこうしてくれ、多分本音ですけどね。ファブリック陰でこそって言ってるわけじゃないから、みんなの前で言ってるんです。見てる人たちみんな聞いて
てたからね。うん、そうそう。ちゃんと考えてた。なんと、よかった。思ったらパー出たのかと思った。ひなたはその時どうしようって思ったってこと？いや、もう全くその通りだなって。でしょ？そうそうそう。いや、やっぱさよなら突っ込むなと思って、切れ味がいいなと思ったけど。相当切れてる。でもそれのおかげで明るくこう、そうっすね、あのなんかそうチームメイトに関してはやっぱりそうやって言ってくれるからプレッシャーとかはあんまり感じなかったんですけど、やっぱり個人としては相当結構プレッシャーは、まあ、今でもそんな成績は良くつな日あるんで、あのチームを背負って戦うっていうのが、あ、こういうことなんだなって、ちょっと大変なことだなっていうふうにはすごい思いました。今までにないパターンですよね、こう大手の企業にドラフトで呼ばれて、こうあんな大きな舞台で、うん、ポイントをねずっと背負いながら、はい、正直一人だったら例えば負けても、まあ、自分の責任だからって言って終わらせられるんですけど、ね、やっぱりチームもそうだし企業さんもそうだし、それを応援してくれてるファンの方もそうだし、いろんな方々の気持ちを背負ってると思うと、なんかただ負けて、あ、負けました、すみません、弱かったですって終われないなっていうのが結構強いなって。またちょっと期間も長いじゃないですか、はい、だからずっとそれをこう心のどこかでね、うん、感じてやっていくわけで、うん、そうですね、でもなんかこう聞いてるとなんか仲間に励まされてる部分もかなりあるんですね。だいぶあります、うん、そういうのはみんなあるんだよね、多分分かんない分かるよね、分かるよね、人のことは分かんないから、2人のことはね、B 型女子はどうですか？いや、私は連投した日に、あの、まあ、2、3とかだったんですけど、ちょっと結構その着順以上にそのトップ取れそうなの取れなかったのか、見た見た、ツイート見た、ちょっと落ち込んで、うん、でもその時になんかこう選手さんだったりとかマネージャーさんとかがちょっと長文で LINE くれたりとか。どんな LINE？なんか誠一さんは本当に麻雀の内容の話と、うん、あのこういうのところをこうしてみたらいいんじゃないのっていう話とか、アドバイスとか、あとはチームで別にポイントなんだからなんか自分一人でしなくていいよっていう話とか、マネージャーさんはなんか、僕は戦ってる大谷がずっと見たいですみたいな。どういうこと？うん、どういうことだ？熱い感じだった。ああのちょっと私が、うん、ちょっと私休んだ方がいいんじゃないかなみたいなテンションだったから、ね、そしたら、いや僕はもう勝つ大谷由美が見るまで応援しますみたいな感じで出てくれたり、エネルギー補給みたいな担当ね、癒し系なんで、あと加山さんから、加山さんが特にないです。何か連絡とかはあのチームラインでスタンプ押した、ちょっと最後にスタンプ押した、たまにさやか、うん、さやかスタンプ押します。あれかな、思いは届いてるみたい。で結構その成績によってもそのグループラインの中だったり、うん、みんなでお話もされて、はい、いいテンションで次の対局って迎える状況にはなってるんだ、うん、いいチームじゃないですよね。ユニフォームのデザインってこれはどうやってこのデザインに決まったんですか？10種類ぐらいね、監督がこれどれがいいって、 10種類も、10種類ぐらい、サンプルが 10個も来たの、うん、ちょっとずつ違うか、柄違い、色違いみたいな、え、その中から3人の意見がこれだって一緒になったの？いや、すんちゃんはなんか女子は好きなのあるでしょ。あ、そう、優しいじゃん、ほら、バランスって、そこはね、やっぱ譲るべきところは譲る、やっぱね、後々のことがあるからね、うんうん、揉めるからね、気使ってんじゃん。それで、ね、カイムさん黒がいいですよねみたいな感じで、あ、うん、黒好きでしょみたいな、白が結構7種類ぐらいで、黒が3種類ぐらいで、多分カイムさん黒がいいだろうなと思ったから、これがいいんじゃないですかねみたいな、じゃあ3つに絞って、その中からカイムさんがこれ、じゃあ選んだのカイムさんかな。そうだね、最初で3人で選んだってのカイムさんが選んだのかな。でもユーミンも入ってます、ね、入ってました、これ三振だからとこれがいいいいかなって言って、うん、あ、じゃあそこもスムーズに決まって、でちょっと皆さんに本当にこうお互い分かってるか確認していきたいんで、私が質問するんで3人でどの人のことか指差し合ってもらってもいいですか？ほう、でまずチームの中でリーダーなのはどなたですか？指さします、せーの、おおよかった、点差3秒ですね、やっぱりね、ほらもうユニフォームの時だって女子を立てるし、うん、常にこう女子のちゃんと見てくれてます、ね、お父さんだからね、そうだ、あ、そう、お父さんか、
お父さんだと思ってるんですか、お二人は。おじいちゃん。それは行き過ぎちゃう。おじいちゃん。行き過ぎちゃう。おじいちゃんだと思ってますか。おじいちゃん。いたわって。今日からお父さんは使わないでください。おじいちゃんの方がいたわってもらえそうだ。じゃあこの中で一番女子力が高い人、せーの。せいさん。よっしゃ。ネットウェブリーグ見ましたよ。もうせいさんなんかもうカップわざわざなんかもうグラスになんかビールで買えるし、ね、まあ温泉の温泉とかね、湯船のシーンはもうちょっとあれですけど、うん、卵焼き作ったりね。ねえ、綺麗な卵焼きでしたね。女子力の方がやっぱ2人も三つ葉が乗ってたのが、そう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 、あれが女子力高いの。お店だよね、三つ葉乗ってるのって。じゃあお二人女子なのにいいんですか、せいさんに譲っちゃって。しょうがない、もうあんだけ整理整頓されたらすごいね。いやほらユニフォームを譲ったから、あ、今帰って今のユニフォームも今の三つ葉で整理整頓と三つ葉で帰ってきた。じゃあこの店員さんが一番女子力が高い、この中で一番自由人なのはどなたですか、せーの。もう女子たちが殴り合いを始めるやつだ。まあでもごめんなさいね、かやぶりさん2票なんで、かやぶりさんです。女子はお互い、まあ、お前らだろ、お前だろ。いや私も割と自由人な方ですけど、さすがにかやぶりさんに勝てない。私よりもいた、上が。上がいた。どんなところが自由人ですか、かやぶりさん。やっぱマイペースだなって思います。もうあの自分の世界がある。いいことだって、いい、いいか、綺麗だって。それをユーミンが言ってるって。ねえ、この方はちょっとそれもなんかもやもやするかもしれないけど。でもナンバーワン。ユーミンあれだよ、寝るんだよ。どこで。あの、控え室で。控え室で。私寝ました。ちょっともう本当に疲れてるんで、ちょっと。自由じゃん。でしょ。うん。お互いじゃあ思うところはあるけど、うん、多数決だと、かやもりさん。オッケー。お母さん、今回お話をお聞かせください。よろしくお願いします。はい、お願いします。ポジションは監督。監督です。監督のお仕事内容って何なんですか。まずは選手のスケジュールを決めることと、あとはそれぐらい。打つ順番でどうやって決めてるんですか、毎回。その日の、まあ、スケジュールもそうですし、あとはなんかなんでしょうね、選手の意見とかもあるんですか。打ちたいですだったりっていうのもありますよ。まあ、そういうのも加味して、ね、あります、あります。大谷さんがこの間の先発志願したいって時は、あの直前に変えたりって時もありますし。直前で変えたりもあったんですね。あります、あります。あとはね、茅森さんが1試合目だと調子がいいみたいなっていう時は、うん、とりあえず1試合目にしようかみたいな。ああ、なるほど。で、2試合目に行ったらなんか3着だとやっぱり1試合目かなみたいな雰囲気見ながらとか、あとタイトル戦にかなりね残ってるんですよね、皆さんね。そうそうそう、だからそのスケジュールも合わせるの大変ですね。あ、でもまあ3人いるんで、まあそこはあのみんなで調整しながらやってるんで、うん、ね、そこは大丈夫です。この3人でチームを組んだこの3人のカラーだったりイメージはどんな風に持たれてます。まあみんな個性的ですよね。お話聞いててもかなりね楽しい3名でしたけど、うんうん、まあ、やっぱりあのファンの方にその楽しんでいただけるというか、応援していただけるような選手っていうのは、まあみんな3人共通にしてるんじゃないですかね。とても明るい素敵なメンバーでした、うん、では最後に応援してくださるサポーターの皆さんに一言お願いします。はい、セガサミーフェニックス、まだ4位を目指して、プラマイゼロ1対1対という成績でありますけれども、80試合か終わった時にはですね、必ず4位以内にいると思いますんでね、これからも3選手の応援どうぞよろしくお願いします。高田さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。プレゼント企画。せっかくね、私ここまで来たんですよ、うん、手ぶらで帰るわけにはいかないというわけで、皆さんと勝負をして私が勝つことができたら、高田ミルニックスオリジナルのグッズをいただきたいと思うんですけど、OK、うん、OK、はい。いや、どうしようかなって言おうと思ったら OK だからいいやん。OK? 個人的には OK。 OK? じゃあこのグッズをかけて今回この黒ひげ劇一発ゲームやりたいと思います。黒ひげ大丈夫、怪物施設みたいな。ルールは簡単でございます。1人1本ずつ順番に刺して
していきまして、うん、飛び出た人が負け、うん、で、私はスルしない代表、うん、あなた方はセガサミフェニックス代表手術なので、うん、3人もいるよ。ずるいね。仕組みとしては、うん、4分の1私がもし打ち上げたら、うん、これは私の負けということで、うん、で、うちらがグッズもらえるってことないです。スルしないのグッズあげよう。もうじゃあスルタングッズ、スルタングッズ、いやもう視聴者誰も喜ばないと思うの。ワンセット、うん、皆さんからのグッズ意識をワンセットなんですけど、うん、皆さんのどなたかが打ち上げた場合は3セット、うん、3セットだから3名様にグッズ意識が当たるという、うん、できれば打ち上げたらだいぶいいよ。本当よね、恐ろしいよね。恐ろしい。でも確率論から言ったら、うんうん、まあね、早めに打ち上げてくれと思いながら見ますけど。いいですか、このシステムで。はい。そして皆さんのサインを全部に入れていただく。OK?OK、うん、わかりやすい。先生、大丈夫ですか？はい。じゃあ誰からいきます。こっちからいきます。私からいきます。じゃあ私、1投目いきます。おいよ。上の段行きます。下の段行きます。早くない気持ちの整理。はい、ユーミン OK。 お、ニャニャ汗かくこれ。怖い。行きます、テンさんの近く行きます。あユーミンは何、どこ何ここ、テンさんのこと、テンさんのとこ行きます。いや、落ち着いて。はい、じゃあちょっと早めに当ててよ。え、そう、はい、3セット欲しいんで。あ、怖い怖い。なんでこんな私が一番緊張しなきゃいけないの。ここら辺なんか全然ないんだけど。ねえ、これなんかバランスの悪さ。どうする、ここ行きます。ちょっと待って、ね、全然飛ばしてくれ。いや、私はやめてくよ。ね、お顔に出せよ、もっと緊迫感も早いんだよ、テンポが。ここいっぱい出るね。こっちいっぱい出ますよ。強い思いを書いていただけると、そちらの中からスタッフが厳選なる抽選の結果連絡が届くということですね。はい、なので皆さんどしどし応募してください。3名も当たります。セガサミーフェニックスは楽しく面白いチームなのでサポーターになってください。フェニックスの名前の通り、不屈の精神で最後まで諦めず頑張ります。皆さんに応援していただけるように、これからも精一杯戦います。2019年もよろしくお願いいたします。